健さんへ自己紹介します。無職の賢明な投資家です。投資はすでに公約しており、負けない投資を推奨してます。いわゆる勝ち組強者よりも弱者に寄り添うスタンスです。気ままに更新してます。よかったらチャンネル登録してください。テテテン投資カリバキはチャンネルメンバーを募集してます。メンバーさん限定動画コミュニティで厳選した開催店頭銘柄などを紹介してます。投資に関する真面目な話をそちらでしてるので、どなたでも応援のテラ登録してくれると嬉しいです。テンテケテン。本日の日経平均はマイナス294ポイントです。今日は下がりましたね。ドライブ中に投資系 YouTuber を見たのですが、どうも金利上昇により大暴落ガチ買いというスタンスの投資家が増えているようです。至極単純なことなのですが、私も大暴落はいつ来てもおかしくないと思います。アノマリーや選挙や世界情勢などいろいろな思惑と未来の可能性があるのでしょう。投資において最も無効の一つに決めつけという概念があります。こうならないと絶対おかしいという都合はお前個人の都合でしかないわけです。なるようになるということを受け入れるべきです。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。テンテケテン。相場サイクル的には実感体感とは違いますが、逆イールドが解消されており、逆業績相場に一歩近づいた見方もあります。またハイテクが買われる日も多くなり、そうそうと微差で過連想される動きも見せています。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。テンテケテン。気になるニュースを紹介します。野菜を食べよう。ここのところ私はまたもや精神が疲弊しています。好きな歌手が死んだとかいろいろと連想で思うこともあるわけですが、根底に虚しさとかを感じているんでしょうか。まあ秋はそういう季節です。物思いにふけるのもまた人生です。しかし投資家においては精神の闇は非常に厄介なもんです。投資は健全な心で運用しないと崩壊します。今の私に必要なものは野菜です。一日中常に炭水化物と砂糖を完食しているので、とんでもなく腹が出てきて息ができません。野菜の摂取と部屋の掃除炊事洗濯は脳のデフラグパンク回避に効果が抜群です。残念なことに最近の私は何を血迷ったのかタバコにも手を出したりしています。これについてもすぐにやめるように代替品としてガムを大量に買ってきました。無職はストレスこそないものの、いろいろと何かしらの感情があるのかもしれませんね。面白いもので人間は満たされるとすぐにそれが物足りなくなる生き物のようです。単純に私が飽き性なだけなんですが、テンテケテン。親愛なる皆さんごきげんよう。真面目に不真面目投資カリバキです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄ご紹介します。テンテケテン。6301コマツ大幅反落、通期業績情報修正もコンセンサス水準羊たち株単とのことです。コマツなんかは最近やたらと注目されており、押し目買いを狙う層が多い銘柄であります。今回の下落の一端となったのが、通期予想を従来の4910億円から5480億円前期比 11.7% 増に情報修正したにもかかわらず、コンセンサス全評判に見至るということで、材料で尽くしといういつものあれで下がっている背景があります。ひよこ投資家なんかは1年目に株式新聞とか熟読して分かった気になるわけですが、3年くらいやってたらアナリストほどうんこな生き物はいないと悟るわけです。アナリストの予想なんかはヤフー掲示板のコメント並みにクソの役にも立ちません。賢明な投資家である私の場合、アナリストが上がるといった株は売り、下がるといった株を買うわけです。小松の場合も失望売りされとるわけです。あ、世の投資系 YouTuber たちが大暴落を煽ろうが、世のアナリストたちがコンセンサス羊たちで出尽くし土曜が、私は小松を買うわけです。だから私は負けない投資家なんです。市場にいる自分以外は全部うんこみたいなもんです。くっさいくっさい世界です。この銘柄の注目度は 50% です。テンテケテン。私は20年間相場を生き抜いており、
どうしよう、めちゃくちゃ簡単なゲームと思っています。稼げそうな銘柄なども紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。知りたいこと、質問、要望があれば気軽にコメントしてください。こうしたらこのチャンネルは良くなるなどのご提案もあったら教えてほしいです。てんてけてん。最後に本日の相場シャンキングの途中経過報告です。毎度のこと告知も消極的で、来月の参加者は私を入れて3人です。逆に参加していただいた人に感謝って感じです。年末になるにつれ私生活も慌ただしくなり、私のチャンネルも相変わらずで迷走してます。このコンテンツにお付き合いいただいている方々にはいつも思ってますが感謝しかありません。私には私にできることしかできませんが、何かしらのお役には立ちたいなといつも思っています。今月の相場シャンキングも明日で終わり、時の流れが早すぎる。本当に1年間まるっと無職で終わりそうで臭そう。テケテン手順になったので、来月の参加者を募集しています。参加方法はこんな感じです。以上です。テンテケテン、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。